はい、どうも皆さん、こんばんは。えっ、ー、と、えー、ちょっと遅くなりましたが、えー、柴田のことについてですね。 え、の動画になります。で、えー、以前にね、台風19号のことに関して、柴田はね、この、えー、被災者や被災地をね、あの、侮辱するような動画を上げたと思うんですけども、で、それに対して、えー、私がですね、まあ、広告がついてる企業に対して、えー、クレームのメールなどを送りましょう、みたいな動画を上げたと思うんですね。 で、うーん、まあ、その、えー、一定の効果があったのかなっていうのが、えー、ちょっとこれ見てもらいたいんですけども、えっ、ー、と、例えばこの、お前ら台風なんかにビビりすぎだよっていう動画と、えー、台風動画についての謝罪っていう、ええー、この動画二つなんですけども、この動画ちょっと何回かもう見てるんですけども、あのー、た、これ、完璧もうですね、 あのー、動画から、広告外されてるんですね、これ。なんで、その辺に関しては、えー、ちょっと効果があったのかなというか、まあ、まあ僕だけじゃないと思うんですけどね。ね他の方もいろいろやって、まあ、バット評価が多いから、えー、広告が外されてしまったのかなっていうのはあるんですけども、 ですけども、まだ、まだ依然として、えー、例えばこの、被災地を救いたいと、えー、なぜ僕がカタクナに謝罪しないかお話ししますみたいなことを言ってる動画、この二つに関しては、依然としてまだ動画つい、あ動画に広告がついてるんですね。ほら、こんな感じで。ほら、普通に広告ついてますよね。で、こ、ほら、ねここついちゃってるんですよ。 うんなんで、これはね、これ、バット評価もね、えー、高評価3200に対して今11000ですからね、ですけども。で、えー、ね、ーんと、まあ、どういうふうに僕が、えっ、ー、とー、こう、メールというか、えー、あの、これついてる企業に、えー、まあ、クレームを入れたかというと、まあ、あ うん例えばここあるじゃないですか。これよく、僕、あのー、入れた企業の一つなんですけども、えここ、サイトへ、で、ええー、まあ、クリックしちゃいますね。クリックすると、出てくるかな。はい、出てきました。ええー、と、はい、真ん中。はい、出てきました。ええー、マニューライフ生命さんですね。マニューライフ生命さん。ここはですね、もうずっと、 とね、こうやって、先ほどのバナー広告のようにね、えー、ずーっとここがついてる企業なんで、ね、で、ここに僕、あの、送りました。で、どっから送ったかっていうと、えー、マニューライフ生命さんの場合だと、えーっと、どっこだけかな。うんと。あ、いったいった、はい。 ここだ。すいませんね、ちょっと。はい、あ,ありました。えー、お客様の声をお聞か,お聞かせくださいというところがありますね。で、ここに、えー、行きますと、はい。こういうところがあるんで、で、ご意見ご要望を入力するっていうところが出てくるんですね。これ行きますと、はい。えー、ご意見ご要望、 っていうところがあります。ここにですね、あのー、まあ、文面を書いて、で、名前とか振り仮名とか、ああ、ここを入力して、んで、ここのですね、住所とかは僕入力しませんでした。で、電話番号も入力してません。で、証券番号っていうのも、僕はあの、マニュアライフ生命の、あのー、会員というか、保険を契約してないんで、ここは入力しないんで、えー、さっきの必須ってところだけを入力して、 ここですね。はい。ご意見、ここ必須って書いてある、どこだけは、えー、入力して、えー、っと、ここ確認というとこを押して、えー、っと、あの、まあ、送ったわけですよね。この文章を。で、それを送ったやつ、返事がですね、返ってきたんで、それを、えー、今からお見せしたいと思います。 はい、えーっと、そうですね、先ほどのマニューライフ生命さんから、えー、こうやってメール、 えー、で、えー、ご回答いただきました。でですね、えっ、ー、と、先ほどの、えー、ご意見ご要望というところにどういった文章を入れたかというと、えっ、ー、と、はい、ここのお申しで内容ってところですね。じゃあ、いきますね。早速で失礼しますが、本題に入らせていただきます。えー、御社の広告が YouTube の柴田のチャンネルについているのをご存知ですかと。 えー、柴田といえば先日の台風19号での被災地や被災された方々へ侮辱するような発言を動画で公開し、ただいま炎上しております。そんな動画に、えー、御社の告国をつけ続けていいのでしょうかもしこのまま続けるのであれば、柴田と同罪とみなし断固として抗議します。という内容を送りました。で、そのご回答がこちらです。貴重なご意見をありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。ということで、まあ、それだけかよ、お前。<laughs> マジで。 それだけですね。それしか帰ってこないです。それしか帰ってこないで、未だにここがつけ続けられてるって状況ですね。マニュエライス生命さん。ねえ、マニュエライス生命さん。よく考えた方がいいですよ、本当に。ねあとですね、他にも、えー、っと、帰ってきたところがあるんで、その、ま、あ他もですね、お申し出な、あのー、メールの文面としては同じようなことを送りました。 で、えー、帰ってきたところがあるんで、そこ、そちらも、えー、紹介したいと思います。はい、えぇ、ー、と、来ました。えぇ、ー、と、まずは世界遺産検定事務局さんというところから、えー、でご回答をいただきました。ありがとうございます。でこちらの、えー、世界遺産検定事務局さんはですね、えー、メールを送った、次の日にもうすぐ回答していただきたんですね。だもうあの、対応がめちゃくちゃ早かった。 はい。で、えー、内容としては、お問い合わせありがとうございますと、世界遺産検定事務局でございますと。で、現在、当検定では YouTube への広告を出稿しておりません。考えられることとしては、柴田という YouTuber の動画をご覧になった際に、過去の動画視聴の履歴等から関連動画等に当検定の動画が表示された可能性がございます。何卒よろしくお願いいたしますという回答をいただきました。 ですけど、あのー、先ほどのバナー広告みたいな感じで僕、えー、ここ間違いなく見てるんですよ。見てなきゃここに送らないんで、うん。だけど、まあ、こういった回答をいただいてすぐにいただいて、で、その回答をいただいた後ですね、この世界遺産検定事務局の、えー、広告を見ることはなくなったんで、まあ、即座に対応していただけたか、ね、もう二度とね、まあ、そういう、 それか、まあ、この、この方が、方々が言うような感じで、なんか、何らかの形でちょっと映ってしまったのかは、まあ、わからないですけども、まあ、その後見ることはなくなったんでね、もう本当に素晴らしい対応をしていただけたと思います。えー、すいません。ありがとうございました。で、次ですね。もう一、はい、えー、次ですが、これ Unext カスタマーセンターですね。Unext ってこれ、多分動画配信サービスかな。 のとこからも、えー、回答いただきました。ありがとうございます。えー、この度お申しでいただきました。貴重なご意見、ご指摘につきましては、当窓口より、社内で適切に報告させていただきます。また、お気づきの点等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いします。ということで、回答いただきました。ありがとうございます。ですけども、こちらのユーネクストさんは多分ね、僕、メール送ってから1週間ぐらいしてからですね、届いたのが。うん。 なんで、えー、っと、あ、この下にあるかなこの下にあるか。あ、これかなあ、あの、お問い合わせ内容ってありました。えー、YouTube の柴田のチャンネルにオンシャル広告がついているのをご存知ですかと。え、柴田といえば先日の台風19号の被災地や被災された、え、方々に対して侮辱する発言をした動画を公開して、ただいま炎上しております。 えー、その侮辱した動画に御社の広告がついている状況です。このまま広告をつけ続けるつもりですか日本国民が被災地や被災された方々に思いを寄せているのに、それを侮辱する発言をして、お金稼ぎをする柴田は断固として許せます、許しません。その動画に対して広告をつけ続ける企業を、 おあ、すみません、これ、企業もですね。企業も同罪だと私は考えます。もしこれからも付け続けることを容認するのであれば、断固として抗議いたします。よく協議なさるよう願います。というのを、えー、っと、えー、お問い合わせに父って書いてありますね。えー、10月の20日に送ってますね。うん。 一週間後ぐらいに帰ってきてるって状況ですね。で、い、え、ま、ー、だに UX さんの広告はついてます。んで、まあね、えー、適切に報告されてるのかどうかはわかりませんけども、うーん、ね、あの、だについてるって状況ですね、えー。ということで、まあ一応ね、あのー、こういった、えー、 少しの成果があったということだけ報告させていただきます。えー、っと、未だにね、えー、柴田の方謝罪も当然ないですし、えー、っと、広告も、えー、付け続けてるっていう状況なんで、まあ、これからね、少しずつね、少しずつまだやっていきたいと思います。はい。で、以上になります。ありがとうございます。